ザラーンが落ちた。これで頭部はオーク族の手に渡ったな。すぐにでも出征いたします。構うな。しかし鉱山はアダマンタイト、あの辺りは時期黒の一帯に沈む。お前はお前の務めを果たせばよい。はい、御意に。黒の一帯は刻々と大地を蝕む。辺境のエーテル枯渇は深刻だ。もはやマザークリスタルの周辺領域でしか国が立ち行かん。マザークリスタルをめぐる戦が激しくなれば、やがて祭りごとも疲弊し、国が内側から壊れよう。だから急ぐのですね。そう、ドミナントを抑える。力を持つ者を集め、マザークリスタルのもとに新たな秩序を築く。そのために世界をあるべき姿に戻す。あの男さえ裏切らなければもっと早く。まだ忘れられないのかよ。まさかこの私の忠を疑うのですか。それともまだ足りない。お前が来た日のことをふと思い出してな。幼いお前はあれの手をしっかと握って離そうとしなかった。そんな、昔のことなどとうに忘れました。私にはこの手があればいい。それだけでいいの。いつか全てのものが知るだろう。世界を救うのが一体誰かということを。私の命はあなたのためだけに。姉さん、巡回兵が帰ってこない。まさか。どうやらそのようだ、ゲルルフ。ではシドがここに。兵どもを使って奴を礼拝堂に誘い込め。私が相手をする、うん。来たか、シドルファス。火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。確かこの先は地下道に通じているはずだ。ベアラーたちがそこにいるなら話は早いな。ここだな。誰もいない。やっぱりそううまくはいかんか。落とし戸か。手を貸せ。あげるぞ。しっかり持ち上げろ。敵がいる。道はここだけだ。やっちまうぞ。
大臣一同が潜り込んだ。邪魔するぜ。片付けさて、どっかに道は。ダメだ、こっちは進めそうにない。他の道を探そう。だがな、ここからなら。なんとも大胆だね。ザンブレクの警備兵は皆殺しってところか。完全にウォールードの手の内だな。部隊だけでこの砦を落とすなんてな、ベネディクトめ、大したもんだ。奴ら仲間を呼ぶ気だ。追うぞ。シードを倒せ！
それにしたってやけに静かだ。随分派手にやったもんだ。こんな夜更けにお祈りか。異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのか。お前を待っていた。頼んだ覚えはないが、まんまと誘い込まれたか。なら話が早い。ベアラーと火のドミナントを渡せ。できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド、ウォールードへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。もう一度共に歩むんだ。新たな世界？そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは踊らされたくないんでね。バルナバス様に命を救われた恩を忘れたのか。忠義のかけらもない知れ者が。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。貴様に何がわかるというんだ。そうさ、お前の本当の望みはわからないよ。それでもいつだったかお前は言った。人として死にたいと。あの言葉だけは真実だと思ってる。もう自分に嘘をつかないでくれ。自分を痛めつけてまで人生を誰かに委ねる必要はないんだ。力だろうが体だろうが使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。ベネディクタ、これ以上自分を憐れむことを言うな。吉祥殿のご高説か。少しでも期待した私がバカだった。私を憐れんでいるのはお前だ、シドルファス。もううんざりだ。雷のドミナントの説得は諦めざるを得ない。バルナバス様にあだなすならお前はここで殺す。下がれクレイブ。片付けておけ。2匹か。やるしか。
大丈夫か？そう見えるか？クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。やつが火のドミナントを連れてここを離れる前に抑えるんだ。あんたは？何、すぐに追いつくさ。分かった。行くぞトルガル。行け。ベネディクタを逃がすな。撤収命令だ。支度を急げ。
ここから行けるか。さっさと支度しろ。この上にいるんだな。シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。分をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも今の私はすこぶる気分が悪いんだ。
家畜の分際で勝手に喋るんじゃないよ、うん、よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。はっ、うん、家畜ってのは従順に飼われていればいい。Hey!
私に触れるな。この貴重物資が。この私がなぜだ、卵時に選ばれし私がなぜ。お前にはわからんかもな。自分を持ってるやつは強いんだ。黙れ、くたばり損ないが。日の富なんとはどこだ。この砦のどこにいる。なんだお前は、何なんだ。しっかりしろ。くそってね。なぜ
夫だ。返せ、返せ。姉さん。こんなガルーダがあいつに。違う違う違う、これは私じゃない。姉さん、俺を見ろ、頼む、しっかりしてくれ。どうなってやがる。まさかお前、ガルーダの力を吸収したのか。どうやって。まずいぞ、ベアラーたちが無事だといいが。クライブ、とっととここを出るぞ。このままじゃ丸焼きになっちまう。今は自分が生き延びることを考えるんだ。また機会はある。ご指示の通り騒ぎを起こしました。ベアラーたちも無事外へ。さあ我々も。